はい、ユッキーです。今日はですね、アクアリウム用の、アイテムというか、まあ、で、アマゾンじゃねえ、アマゾンだっけ？あ、アマゾンで買ったんだな。アマゾンでいろいろ購入しました。それの紹介したいと思います。まずはこちら。水深という、これは、エアポンプですね。の、3S っていう、3S ってやつですね。まあ、中くらいのデカさのやつです。まあ、ね、なんか、アマゾンで評価が高かったんで、買いました。これね、俺がね、何年前、20年前ぐらいからある、ね、エアポンプなんですよ。ほとんど、形もほぼ変わってないですね。っていうか、何も変わってないですね。俺がガキの頃にね、赤ヒレっていうね、魚をね、熱帯魚を、飼ってた時あるんですけど、その時にも使ってました、こちら。本当に、見た目も何も変わってね、すげえ、ロングセラーですね、これ。本当に20年前ぐらいからあるやつです。そして、こちら。これも水作の、8コアっていう S ですね。これは投げ込み式の、フィルターですね。こちらはまあ、フィルター、なんですけど、エアーも出るんで、エアーポンプとしても使えるんで、まあ、ね。うん。まあ、これもかなりロングセラーですね。これも、20年前ぐらいから全く形も変わってなくて、すげえなと思いましたね。はい。まあ、これで、ね、空気もボコボコ出るやつなんですけど、まあ、水も浄化されるということでね。まあ、一石二鳥ですね。まあ、これもね、導入したいと思います。そして、はい、こちら。まあ、こちらの前にこっちが。はい、ライトですね。こちら、ライトです。Amazon で、1位だったライト、アクアリウム用のね、会社がジトラですっていうやつのアクアリウムライト LED の、ライトですね。こちらが、値段が1700円ぐらいか。うん。ちなみにこちらが400円ぐらい。こちらが、1000円ぐらいだったっけ。ちょっと待って。こちらが1500円ぐらいですね。こっちが400円。これが1700円です。で、こちらは、こちらも買いました。24時間プログラムタイマーというやつ。まあ、ライトの照明の、勝手に自動的にこう、時間が来たら、ついたり消えたりするやつですね。まあ、省エネになるかなと思いました。買いました。じゃ、このライトちょっと開けていきますか。まあ、このアクアリウム用品はね、結構ね、いろいろあってね、金もかかるんですが、まあ、エビくん、ザリガニくんですか。ザリガニくんのね、用ですね。はい、こうなってます。まあ、ライトが、まあ、ライトはね、あれですよ。水草をね、育てるためというよりは、水草に光を当てると、酸素を放出するので、それのためですね。に買いました。ジトラです。高程度で、水草にも適しています。適合水槽が30センチから50センチ。書いてあります。これですね、こういうなんか、あ、すごい、ここがグニュッグニュッって曲がる。まあ LED ですからそこそこ明るいでしょ。まあ、
んな感じ。ね、で、この、タイマー。こちらが安いやつ買ったんですけど、値段が570円。ですね。このなんか、ネジとかが入ってる。これなんだ？組み立てる。説明書的なのが、組み立て方的なのが書いてないけど、まあ、フィーリングでやれってことなんだ。まあ、いわゆる多分水槽にこうガチッとはめるやつなんですよ。こういう付属品的なやつ。ああ、そうですね。多分そういうタイプです。あ、俺の水槽は水槽というよりはあのプラスチックのシークケースなんですけど、多分それだとおそらくはまんないというか、俺蓋閉めてるんで多分はまんないと思います。結局こういう感じになりました。ここに水槽のところをこうガチッとはめて、で、これをこうキュッ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 って回して、まあ、セッティング挟むわけですね。これで水槽を、まあ。そういう系でしょう。それでは早速、ライトつけてみましょう。さあ、どれぐらい明るいかな。お、早速ついた。俺電池入れたっけ。こんな感じ。あ、これね、ほら色が変わるんですよ。青だけ、ここね、青の LED がこう4つついてるんですね。で、これが全開。全部の、青プラス白のやつを全部つけた場合。と、今のが、これが、青だけ抜いた場合、白だけの場合ですね。と、3種類の、色を変えられる。これ、青だけだとすごい幻想的な感じに。ほら、なるんですよ。まあ俺はぶっちゃけどうでもいいんだけど、幻想的とかどうでもいいんだけどさ。まあ、ね、そういう機能がついてる。いいんじゃないでしょうか。あ、これもう一つついてた、これ。ああ、これ薄い水槽用かな。っていうか、あんまり、あれか、熱くないっす。ガラス用。ああ。そういうことか。2個こういう、もう1個ついてました。あ、だからこれ2個ついてる。そういうことね。まあ、俺の、まあ、でもでかい方がいいか。
まあ、こんな感じで。いいですね。まあ、値段も、LED ライトとしては、まあ、普通に安いし、いいんじゃないですかね。うん。いいです。じゃあ、他にもこれ、推進ポンプとかをちょっと、いろいろ開けて見ましょう。これ開けてみたんですが、あら、チューブがついてないですね。あちゃー、チューブついてないんだ、ここの、このホース。ホースっていうか、チューブ。チューブついてないんで、もう何もできないですね。あら、チューブも買わねえとだな。で、こちらね、これ砂利とかが入ってて、で、ここにフィルターがついてます。うん。本当に昔と何も変わってないですね。で、ここにね、この真ん中、この中央部の、この、輪の部分、黒い部分なんですけど、ここに、活性炭のカートリッジが入ってます。で、これを取り外すこともできて、で、交換の、炉材とかもいろいろあります。これを持ち上げると、ほら、こんな感じになってます。さらにこれも分解できるんですけど、ここをこう抜けばいい。ここですね。ここのカートリッジ、活性炭カートリッジっていうのが入ってる。あ、これね。これもちゃんと入ってる。活性炭も入ってるんです。で、これも交換可能で別売で売ってますね。やっぱあれだな。水作は、あれだな。やっぱ老舗メーカーだけあって。半端ねえな。クオリティ半端ねえな。本当にこれガキの頃からあるもんね。マジで。すごいよな。俺がさ、5歳とか6歳ぐらいの時にあるんだよ。だから、言っちまえばもう24年前ぐらいにさ、もうこれがさ、あるのよ。同じやつ。しかも、完璧に同じやつ。もう何も変わってねえんだよ。昔と。24年前にさ、こんなのが普通にあるから。で、しかもこの推進っていうこのエアポンプ。これもね、もうデザインもね、もうまるっきり何も変わってないですね。ただ一つ不安なのが、この長さ。コードの長さなんですけど、結構短い。1メーターぐらいしかないですね。ちょっとこれだと。届かない場合が結構出てきそうな気はするんですけど、まあ、延長コードとかでやるしかない。で、あとこれ推進ね、これ一番ちっちゃいやつと、これよりかちっちゃいやつ、サイズが一番ちっちゃいやつなんですけど、でこれが割と中くらいのやつ、もう一個でかいやつもあります。で、これ気をつけてもらいたいのが、一番ちっちゃいやつだとですね、ここのここ回せるんですよ。あれ、これね、ググググって。で、これ回すと何かっていうと、ここに、ね、書いてあるんですけどね。エアの量を調節できるんですね。弱くしたり、で、逆に強くしたりっていうのもできるんですけど。一番ちっちゃい、ミニサイズのやつ、一番この水深の一番ちっちゃいサイズのやつだと、このエア調節ができなくて、エア量が一定なんですね。まあ、その分弱いっていうことですよね。まあ、だから、弱すぎて、その、調節がね、できないのが特徴です。で、中くらいのやつとでかいやつはこういう風に回して調節が可能なんです。だから俺Amazon でね、それのレビューで見まして、ああなるほどな、
なるほどなるほど。だから調節できる方が絶対いいんですよ。うん。ね。本当に短いな、これ。マジでこれ短い。1メーターぐらいしかないから。本当にあれだ。届かない。はい。無音に近いですね、ほとんど。水深っていうのはこれね、エアポンプのね、音がすっげー静かなんですよ。これ昔からそうだけど。うん。これ今も起動してます。これ一番弱い量なんで、そんだけ多分、今弱くしてるんで、ほとんど音しません。今から一番でかくします。あ、一番でかくするとそこそこ、ブーって音しますね。あ、そこそこ音は出ますね。まあ、これでも十分静かな方でしょ。これが一番量が多い。うん。一番エアーの量が、出る量が多くなってます、今。あー、でもそんなに出ないんですね。そんなに思ったほど出るって感じでもないんです。なるほど。で、これのエアーの突出量ですが、最大突出量が毎分 2500cc って書いてありますね。電気代目安が 1ヶ月連続使用で約60円と、かなり省エネとなってます。うん。ね、俺は今後、今ちょっとね、姫鷹もちょっと欲しくて、姫鷹の水槽っていうか、姫鷹も買おうかなって思ってるんですよ。なので、まあ、これなるべく、この中くらいぐらいのやつで、この分配、エアーを分配して、ザリガニのやつと、メダカのやつで、分配して使おうかなって思ってたんで、ちょっとやっぱり、一番ちっちゃいやつだと、多分、エアーの量足りねえかなと思って、これにしました。一番ね、まあ、ちっちゃいってやっぱり問題に、まあ、あんまり量が少なすぎて、意味なくなるんで、ね。うん。という感じですかね。うん。うん。ということです。それではね、この買ったやつを、セットしたいんですけど、よくよく考えたらホースがないんだ、ここの。ここのホースがないので、今はちょっと無理ですね。諦めましょう。またちょっとアマゾンで。アマゾンか。最近使ってるのがね、いや、アマゾンよかね、逆に安かったりする場合が多いのが、ヨドバシカメラのオンラインショップがあるんですけど、だいたい 10% ぐらいポイントがつくんでね、すげえいいんですよ。マジで。アマゾンよか下手したら安い上に、アマゾンは、だいたい安い500円以下のやつとかだと、2000円以上まとめ買いしないと購入できないんですよ。だがしかし、ヨドバシだと普通に送料無料で500円以下の商品とか欲しい時に、普通に注文できるんで、おすすめです。です。ということで。それでは、ご視聴、紹介でした。あ、そうだ、これもね、この省エネタイマーじゃねえや、プログラムタイマー。あ、これはまあ、紹介、結構いろいろあるんだよね、こういうのって。こういうタイプ。まあ、アナログ式のやつですね。こうやって、現在時刻に合わせて。だから、普段は夜だけつけて、朝つけないとか、いうこともできるんで、まあ、逆もできるし。うん。いいかもしれないですね、こういうのね。アナログ。アナログタイプ。ということで、購入紹介でした。
ご視聴ありがとうございました。